こんにちは、榎本美沙です。今日は実を潰さない桃の剥き方、切り方をご紹介したいと思います。去年と今年とサイトで桃のレシピをご紹介しているんですけれども、その度にですね、割と桃の剥き方を教えてくださいとか、あと皮を剥いている時に潰してしまうとかっていうコメントもいただいていたので、ぜひですね、簡単な桃の剥き方、切り方をご紹介したいなと思って動画で今回ご紹介します。ぜひですね、桃を食べる時に参考にしていただけたらなと思います。では材料の説明です。こちら桃になります。美味しい桃の選び方は、形としてふっくらと丸いもの、そしてですね、下の方までちゃんと色がついているもの、匂いを嗅いでみていい香りがするものが美味しい桃になります。ちょっとですね、白いひび割れみたいなもの見えると思うんですけれども、見栄えは悪くなりますけれども、太陽光がしっかり当たった証拠なので、こういう桃は美味しい桃になります。はい、ではですね、桃を早速切っていきます。桃は真ん中に大きな種があるので、この線に沿って真ん中の種に沿うようにして、まず包丁を入れていきます。アボカドみたいな要領になります。はい、一周包丁を入れられたらですね、2つを持ってねじるようにして種を外していきます。はい、これで2つに分かれました。でですね、種がついてる方、ついてない方あると思うんですけれども、ついてない方から切っていきます。くし切りにします。今回は8等分にしていきたいと思います。はい、くし切りにした桃はですね、皮の端っこを包丁で引っ掛けて、で皮を引っ張ります。熟した桃だと綺麗にこのように剥けます。はい、ではですね、今度は種がついている方の桃を切っていきます。これはですね、まず種がついたままくし形に切り込みを入れていきます。今回4等分にするので、そのように入れていきます。で、切り込みを入れられたらですね、最初の端っこの桃のところに包丁を入れて、種から剥がすように桃を取っていきます。端っこから同じように種から剥がすように桃を取っていきます。で、最後の桃は種の方を外すようにします。そしたらですね、先ほどと同じように皮を剥い